お、お手札こうやって、あーすげえ。私は先に書いて、例えばこういうシーンだと後ろに誰かがいる、はい、現代なんすか。結構現代的な。知らない人からなんかメッセージが来て、後ろに人がいるという設定したいんですけど、まあ、例えばキー、この後ろから誰かがチラッと、めっちゃ怪しく、フェドラ、どんどんコメディになるよね。まあキーだから完全に森とか公園的な設定になっちゃう。まあ、でも街路樹でも街にある木でも、ああ大丈夫。それの方がなんかいいかな。後ろにお店があります。こっちがお店、まあ、2、3個くらいお店置いて、なのでこれが木よりお店の外にある看板。お店の書き方はすごい下手なので全部任せます。大体でじゃあいいです。自動ドア細かくやらなくても別にない。センサー細けで、ここに次のお店が、ね、はい、これくらいで十分ですか、はい、まあまあ一応例えばお店に特に指示がない時はこっちで勝手に書くし、うん、お店にこういう店がいいとこあれば言えばそうするしって感じですね、うん、例えばここは八百屋、指示かけるならどこに、あ、まあそれ口頭でもいいですし、そこら辺に簡単に八百屋って書けば、うん、八百屋でも自動ドアで店の前に看板が出てる八百屋って確かにあんまないですよね。普通にスーパーにしましょう。カフェとかでも何でもいいです。カフェその辺のね、あの現実味も入れていかないといけない。そこだけ細かいセットです。ドリンクがついてます。でもここで出したいのってこの店のメニューじゃないでしょう。これだと逆に覗く側反対じゃないですか、ね、こっちから見るんじゃないですか。確かまあどっちでもいいですけど。でアシスタントに渡すならペン入れを入れてほしいですか。キャラクターはペン入れてもいいし、この状態でもいいし、あ、人によれば別に書かなくて渡す時もあります。あ、じゃあとりあえずこういう状態で渡します、はい。最初のステップは練り消しで当たり線を薄くする。先生が書いたやつとかをこのまま書いちゃうと濃くなっちゃうんで、だいたい分かるぐらいに薄くする。あ、確かにデジタルじゃないので簡単に透明度を下げられないんですよ。デジタルで持たせてもらってる漫画家がデータ渡してくれるんですか。はい、データ渡してやります。じゃあ同じソフトで書かないといけない。そうですね、同じソフトで大体やります。こういうふうにパースははっきり決めてないものをよく渡してもらってるんですか。ああ、それは先生の当たりに合わせて本当のパースというよりは先生が取りたいパースで取ったりしますね。あ、で一応まあ例えば縦も少しパースつけたりするんですけど。今は何のためにかか、パースのガイドを作るために分割数を均等に。おお。縦のパースのガイドを作る感じです。上から下直接に書いてますか。まっすぐ、全部まっすぐじゃなくてちょっと開いてます。なるほど。それは煽り。あ、まあ雰囲気とかいろいろ含めて見せ方。これは本当は多分先生がこうしたいっていう指示があった時にやるんですけど、今回はこっち任せということで。うん。一応パース取りますかね。じゃあ。あとは書かなかったんですけど、多分ドアの隣に窓がないとカフェっぽくならないですね。こっちでやれますよ。さすが。一応まあ先生からは多分そういうのも含めてガスタバみたいなやつっていう指示が来るんで、それを書くっていうのが僕らの作業なんで。これどうしようかな。延長さすかな。そう、ラインを延長して。びっくりした。定規で切る。そんなにカッターナイフ持っているって。定規で切る。出すのがめんどくさいんで。ああ。原稿をコピー用紙でやってますけど、原稿用紙でも大体こんな感じで僕はやってますね。へえ。なんか本物のパースを書くわけじゃなくて、コマによってその漫画家さんが入れたいアングルを入れる感じなので、うん、厳密には本当のパースではないんですよね。うん、古きを優先で。そうですね、まあそういう先生の方が多いと思います。まあたまにそのちゃんとしたパースでっていう先生もいるんですけど、うん、その辺の要望は臨機応変というか、その仕事場仕事場で違いますね。でこれでまあここは点ができたんで、
画鋲の出番別の動画であの紹介してくれましたのでぜひ見てください。ここに押すとガイドライン取らなくてもこれでこう取れるんで、じゃあこっちになると遠いから、うん、こういう時はこういうガイドを取るんです、ね、あここもまあ一応ガイド取って点が遠いんで、うん、こっちでも大体のいつも私あのデジタルでパース定規を使って現実でパースでどうするかとこういう技で長い線いかなくても、ね、ところでこういう線はいつも普通の鉛筆か青鉛筆とか、あいや僕らは普通の鉛筆でやりますね。なんでガイド自体はそんなに濃く書かないというか、うん、軽く書いて、うん、じゃないともう本当原稿が真っ黒になっちゃうこれでこっちはできたんで、まあじゃあこのカフェから来ますけど、でまあカフェのこの辺とかパーサーをして、すごい便利そう、うん、その画鋲アシスタントの仕事がやりやすくなるように、はい、なんか一回アシスタント用の仕事してほしい。いや別にそれは何だろう、アシスタントになる人たちもそもそも漫画家になりたい中で漫画の技術を学ぼうと思って、うん、アシスタントになるわけで、別にそのまま漫画家になるんだったらそれが一番いいとは思います、うん、漫画家になりたい人は。ただその、アシスタントの使い方っていう働かせ方を学ぶっていう意味ではアシスタントをしたら分かるかなって気はしますけど、この看板でっかいっすねでもみんなパースある程度分かればすごい後で損しないよねまあ分かって損はしないと思いますけど、パースにとらわれすぎるとまたそれはそれでなんかちょっと弊害はいろいろあるんですけど、まあ僕もそういうタイプではあるし、勢いが優先、そうパースにとらわれすぎて逆に形が変になる時もあるんですよ。あとやっぱ線って線自体にも厚みがあるんで厳密なパースとはやっぱずれていっちゃいますよね。うーん、ここは僕的にはもうベタ塗りつぶす気持ちで真っ黒に、うん、うんうん、まあ暗い方が不思議な不審者がいる感が上がるかな、うん、ていうかまあ店内があんまりその昼だとしたら店内がこういう風にしてる方がそれっぽくなる。背景のアイディアとかお店のデザインとか何かアドバイスありますか？まあ現実にあるやつだったら、まあ、写真をよく見ること、現実にないもんだったら現実にあるものの経験値でそれを作り出す。異世界の設定のアニメがよくあるんだけど、なんかその中でまだ現実的 なんかカフェとかまだあるんですね、はい、漫画だから何でも作れますしね、自分で好きな世界は作ってやれるのが漫画なんで。おお、今のすごい小さいなところですけど、窓と窓の間の影少し入れたらすごい立体感が出ましたね。こっち何します？もう一つのお店か、ここは角でそばのお店にしましょうかな。おお、定規が進化するまさかまたテープが合体、こんなことするんだ。おお、こっちボタンこうやって、あすげえ次のお店はそういう屋根がないもの、イメージとしてはこういう奥にこう、あベランダみたいな、あいいね、果物があれよみたいな、うん、ガチャの機械とかこの範囲では狭すぎてすごい、こんな感じですかね、うんうん、大体ある程度だけキャラクターが描いてある状態でもちゃんとパース取ってお店があるような背景を描いてくれました。素晴らしい。じゃあまずガイドラインを引いて、あとパースの消失点を決めて、はいはい、ガイドがあったら、まあ、パースがそんな変になることはあんまりないので、うん、でペン入れは次の段階ですけど、はい、どれくらい細かくこういうところに描くんですか？これベタって、それはそうですね、黒にするんですけど、その辺もやりながらもしかしたら調節したりもするので、下書きがじゃあ 100% 下書きの通りじゃない時もあるんで、まあ、印象は変わらないんですけど、私よく分からないんですけど、あの反射どの辺に出るんですか？こっちに入れてもいいし、あこっち、すごい、ある程度だけパースを決めて描いたのにちゃんと背景で、こういう練習たまに外に座って背景見ながら描いてますか？あいや全然全然、写真だけで
そうですね、大体調べて、うん、自分が履きたいのに近いやつ見つけて、それをまあ合わせるみたいな。カフェのど真ん前にこんなでかい看板出さないと思うんですけど、このカフェの中のこの席の人はめっちゃこれ見えるわけじゃないですか。キャラクターを描いてる人に何かアドバイスっていうか、なんかこういう風にしてほしい、どういうレベルな背景をラフで描いてほしい。あ、でもラフだったら別にそのパースが大体分かれば、あの、うん、で建物も別に具体的にここにガラスがあってとかを自分でそうしたいんだったら伝えてもらっていいですし、うん、単純にまあで自由にしてもらっていいんだったらカフェですって言えばこっちで書くんで別に問題ないです、うん、で次の段階がキャラクターと背景のペン入れをして最後にトーンですね。トーン貼らない人も結構多いですね。まあ、まあ全然トーン貼らない作画の人もいますし、貼りめちゃくちゃ貼る人もいますし貼り始めたらなんか癖になるって聞いた。あの絵描く人多分大体空間恐怖症とか空白恐怖症、白いところが気になってしまうようになっちゃうんで、どうしてもその埋めないと不安になるっていうことはありますね。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にマイキーさんが大事なお知らせがあります。あ、11月17日にニューヨークの方でイベントに出ます。アニメ NYC っていうコミケみたいなやつ、コミコン的な。そう、こんな感じですか。みんなマイキーさんが会えるんですか。まあ、うん、来れば会えると思います。そのイベントはいつですか。11月17日から3日間あるんですけど、ただ17日に僕は行くので、17日にはいないかもしれないですけど、18、19ぐらいはいます。そのイベントでどんな活動とか。僕は一応本を作って、ですね、漫画の基礎みたいな漫画を書いたので、それを、ちゃんと英語に翻訳して販売するので、私も読みます。ありがとうございます。例えばどういうところを教えてるんですか。単純に、ペンとかの作りから、うん、インクと、うん、あとその道具の使い方みたいなやつ、うん、ここでもやりましたけど、もうちょっとあの具体的にやったやつがあるんで、はい、じゃあ本を買ってあのマイキーさんとあのサインをサインみんなもらいましょう。考えてなかった。じゃあみんなぜひマイキーさん会いに行ってください、はい、お願いします。私もニューヨーク行きたいな。ツイッターなどで一応僕の日常の漫画とか、漫画家になった友人との過去の話とかを漫画にしたりとかもしてるのを載せてるんで、まあよかったら見てください。今すぐ登録します。早いな。バイバイ。あ、え、はい、バイバイ。終わりが突然なの。